ウィルキンソンソードは、園芸道具とカミソリを製造する二つの企業の、ブランド名である。ウィルキンソンソード社はもともと1772年に、ロンドンで設立された県の製造会社であった。現在このブランドは、エナジーイザーホールディングス傘下のエッジウェル、パーソナルケア社と、フィスカース社の2社が所有している。ウィルキンソンソード社の過去の製品には、銃、銃剣やタイプライター、 園芸バサミ、ハサミとオートバイなどがあった。ウィルキンソン総ソド社は、長年英国内の3カ所、ロンドンのチェルシーとアクトン、ノーサンバーランドのクラムリントンと、園芸道具を製造していた、ウェールズのブリッジエンドで、自社製品を製造していた。2000年に、英国内のカミソリ工場は閉鎖され、ドイツの工場に集約された。ウィルキンソン TMC850。 CC シシウィルキンソンソード社は1903年に最初期のオートバイの1台を製造した。このオートバイはアントワーヌ社が製造したフランス製に気筒エンジンを搭載し、ロンドンのチェルシーにあったガレージのマークを付けられたが、この事業は成功しなかった。1911年にウィルキンソンソード社は豪華なツーリングタイプのウィルキンソン TMC を開発し、 1916年に第一次世界大戦のために生産を停止するまで作り続けた。最初のウィルキンソンズはもともと1908年にこの設計で特許を取った PG タッキにより軍事用の偵察用オートバイとして設計された。1908年夏に行われた英国軍へのデモンストレーションでウィルキンソンズのオートバイはサイドカー、マキシム機関銃や棒状ハンドルの代わりの 臨場ハンドルといったオプション装備にもかかわらず、軍部に好印象を与えることができなかった。大胆にも、ウィルキンソンソード社は、開発を続け、1年後の1909年に、ロンドン、イズリントンの王立農業会館でも要された、スタンリー・クライド・モーターサイクルショーに、新しいモデルを展示した。第一次世界大戦により1916年春に、 生産を停止せざるを得なくなるまで約250台のオートバイを製造したが、ウィルキンソンソード社は戦争のために何千という重剣を製造しなければならなかった。戦後にウィルキンソンソード社はディームスターと呼ばれる新しい自動車に搭載する直列4気筒エンジンの開発を続けることを決定したが、オートバイの製造を再開することはなかった。 1973年にウィルキンソン総ソド社は、ブリティッシュマッチ社と合併し、新会社、ウィルキンソンマッチ社となった。これはより大きな企業となるより、多くの宣伝予算を捻出し、米国の一般髭剃キ市場で競合する、ジレット社とその子会社の英国ジレット社との、宣伝競争に打ち勝つためであった。この宣伝競争で、ウィルキンソン総ソド社は、 テレビの CM の中で自社の長い誇りある県製造の伝統を最大限に活用した。その後、ウィルキンソンマッチ社は後に破産したピッツバーグの米国企業アルゲニーラドラム社に買収され、その後もスカンディナビアのフローリングメーカーやいくつかの銀行とオーナーが代わりボルボ社の子会社となった。ウィルキンソンマッチ社の半身である前、 ブライアントメイの大部分は1970年代末から1980年代初めにかけてバウ工場やメルボルン工場を含めて閉鎖、売却された。園芸道具部門は1990年代にフィスカース社へ売却された。ウィルキンソンマッチ社の競合相手であるジレット社も独立企業ではいられず、2005年にプロクターギャンブル社に買収された。 ウィルキンソンソードの安全カミソリー用会話1965年、ウィルキンソンソードはステンレス構成の刃を発売したところ、ヨーロッパ市場で急速にシェアを伸ばした。これにより、炭素鉱の刃を使っていたジレットもステンレス鉱への転換を余儀なくされた。会社は現在、エナジャイザーホールディングス社が2003年にファイザー社から譲渡されて以来所有している。 この会社が製造する4枚人のカミソリはヨーロッパではウィルキンソンソードブランドで北米とアジアオセアニアではシックブランドで流通しているウィルキンソンソードブランドのカミソリはドイツで製造されている園芸道具の会社はフィンランドアメリカ系企業のフィスカースブランズ社が所有しておりウェールズ州のブリッジエンドに拠点を置いている2005年9月15日に アクトンの剣工場は閉鎖され、県の製造が終了した。ウィルキンソン総土社の機械、工具、設備の大部分は、世界最古の県製造業者であるドイツ、ゾウリンゲンの WKC 社に売却された。これらの中には、現行の英国モット企画の剣とサイヤのほぼ全てと、共に、ウィルキンソンの統計用単造鋼板が含まれていた。これらは、現在、世界各国の軍隊、 警察で使用される、儀上用の剣と鞘の生産に使用されている。WKC 社は、伝統的なヨーロッパ方式の刀剣製造方法を守り続けている。ロバート・プーリーは、ウィルキンソンソード社から、剣の設計図と炭造機械を購入し、それらをインドに送った。彼は、その後インドで炭造した剣の仕上げと彫刻を、英国内で行うプーリーソード社を設立した。 ありがとうございます。